はい、こんにちは。オクタビアチャンネルです。先日ですね、グランドセフトオートトリロジー決定版にアップデート1.03が来ました。アップデートとしては3回目ですね。ただ、このアップデートはスイッチにはまだ来ていません。後日多分配信されるとのことですね、公式のアナウンスによると。で、先にですね、コンシューマー機とかに配信されたみたいなんですけども、内容としてはですね、様々な不具合の解消、主に安定性の向上とシネマティックカメラの追加、あとバグですね。あとあれですね、結構霧とかオンオフできるようになってるみたいで、霧っていうのはあれですね、ちょっと遠くまで見えすぎてしまって、街が狭く見えてしまうとか、ちょっと批判もあったので、それで追加したみたいですね。遠くまで見えてしまうっていうのは、本当はプレステ2の頃はなかなか表示できなかったので、処理とかね、負荷をね、減らすためにわざわざ霧をかけてたみたいなんですけど、なんかそっちの方が意外とみんないいっていう意見が多くて、見えすぎてしまって、もう遠くが、街の狭さが見えちゃって気になるとか、そういうのがあるみたいですね。僕はあんまり気にしてない派なんですけども、確かに結構こうやって走ってて、ちょっと今、あそこに今飛行機とか飛んでるじゃないですか。多分あれプレステ2の頃とか見えなかったと思うんですよね、ああやって遠くが。処理能力が上がったんで見えるようになったのは、いいことだなと、個人的にはちょっと思ってたんですけど、ただスイッチ版にそれが追加されるかどうかってちょっとわかんないですね。これだけやっぱスイッチ版もね、バグどうなのかな。そんなに今んとこやっててバグには合ってないんですけど、ちょくちょくありますけどね。そんなめちゃくちゃ結構どうなんですかね。やっぱコンシューマー機の方がバグに合う頻度、もしかしたら多分サンドリアスの方を多くやってプレイしてる方が多分多いと思うので、3はあんまないのかもしれないですね、そういったバグは。はい。それでね、発売日がですね、コンシューマー機は、いわゆるパッケージ版ですね、発売日が12月17日に延期と。で、スイッチ版は2022年の、春に延期って、先日アナウンスされていたんですけども、多分今日なのかな、わかんないけども、急にですね、今度はですね、プレイステーション4版は12月7日から、さらに、というか、もともとがその12月7日で、さっき言ったのが17日っていうのが延期したあれだったんですけども、2022年の1月27日に変更されたようですね。これは各ゲームショップなんかのアナウンスで結構知れ渡ってるみたいなんですけども。で、スイッチ版はですね、変わらず2022年春のままになってますね。というわけで、多分パッケージ版を待たれてた方もいると思うんですけども、ちょっと先になってしまったなっていう感じですよね。ただ、こう、どんどんアップデートで良くなってってはいるので、焦って買う必要もないのかなと思うので、ダウンロード版じゃなくて、待ちきれないっていう方はダウンロード版ではいいと思うんですけども、全然待てるよって方は、多分それでアップデート来た後の状態でプレイした方が楽しくプレイできるんじゃないかなと思いますね。はい。そんなところですかね。どうなんですかね、やっぱ。結構、やっぱバグとか気になる人は気になるとは思うんですけど、個人的にはそうですね、やっぱバグもひどいんですけど、全く遊べないとかそういう状態ではないので、割と楽しんでいますね。はい。ただね、やっぱね、バグがある状態で発売するっていうのはね、良くないので、ね、どんどん直していってほしいし、そのやっぱコンシューマー機に合わせて、やっぱスイッチ版にもちゃんと同じようなアップデートをですね、これからも追加していってほしいなと思っております。はい。今回はそれをちょっとお伝えしたかっただけです。はい。すいません。はい。ご視聴ありがとうございました。